おい、お嬢いらっしゃい。あら、お嬢サムネ変えた？目かゆいな、今日。一番いらっしゃい。今日は硬い話題だよ。声聞こえる？問題ないかな。硬い話題です。硬い話題だけど大事なことだからすごい聞いてほしいかな。花粉症、多分目がもうめちゃめちゃかゆい。皆さんこんばんは。2018年4月の19日木曜日、18時36分です。よろしくお願いします。いやー、もうブチ切れそうですよ、僕は。マジで。いやー、ネットに載ってた情報で、詳しくはね、ツイッターの URL 見てほしいんですけど、考えられない。もうほんと国もマスコミも本当に信用できない。生活保護に関して国民をその弱者叩きをする方に誘導してるのが見え見えなのね。もうやめろよ、マジで。生活保護さ、受ける人がどんな人間なのかさ、もうあいつらわかんねえんだよ、ボンボンの上級国民どもは。どんだけ苦しんで生活保護受けてるとか。この比較に何の意味があるんだよ、マジで。マジで見てほしいんだけどさ、俺のツイッター、URL 貼ってあるから、放送の方見てほしいんだけど、この比較に何の意味があんの？国民年金68,075円。これは国民年金は、最低の金額ね。で、生活保護も最低の金額、135,610円。東京都の場合、68歳。医療費無料、倍以上、ラッキーって書いてあんの。問題だらけの生活保護って。生活保護と年金比べる意味なんてねえから。なんでこういうことをするの？年金っていうのは老後のために積み立てるもので、生活保護っていうのは命を守るための制度。なんでこんな倍以上ラッキーって。ラッキーじゃねえよ。もう死に物狂いで受けてんだよ。じゃあもうやめちまえよ。もう生活保護も国民年金も。バカらしい。くだらねえんだよ、マジで。生まれた時から税金だけは強制的に取って。生まれた時から強制的にガソリン、タバコ、電気、水道、ガス、消費税、全部取って。じゃあなんだ、小学校とか中学校で国民の義務だと。労働の義務、ふざけるんじゃねえぞ、マジで。本当に怒ってるわ、俺。取るもんだけ政府が勝手に取って、生き死にに関わることは、こうやってないがしろにして。俺ははっきり言って税金払うの、俺は生活保護ある国、いい国だと思うよ。年金ある国もいい国だと思うよ。ただ、こういう情報の操作はやめろよ。そう思いません？ラッキーもクソもねえんだよ。生きるために必死なんだよ。生きるか死ぬかをこの国は保障する素晴らしい国なんじゃないの？もうバカな役人がクソ以下だよ、本当に。マスコミも。あいつらわかんねえんだよ、国民のリアルな声が。バカだから、マジで。生まれた時から裕福で、大学行けて、飯もずっとありつけて、病気にもならない。バカだからわかんねえんだよ。みんな拡散して、マジで、これ。マジで怒ってるから、本当に。ふざけんじゃねえよ、マジで。情報操作しすぎだよ。バカを、国民をバカにするなよ。本当に。バカばっかりだと思って、何でもかんでも言うこと聞くと思ったら大間違いだよ、本当に。なめてるよ。ごめん。コメントビアつけるわ。ちょっと熱くなってますよ。俺、本当に嫌いなんだよ、こういうの。国民をバカにしててさ、どう思う、みんな。俺、何でも質問に答えるから、今日。生活保護のこと、全部。わからないこと。俺が分かってること。他人事すぎるっていうか、もっとそれ以下だよ。国民バカだから騙せるわって。半分で倍でラッキーって、生活保護問題ありますよねってからかわれてんだよ、俺ら。いや、弱い者いじめは許せないですよ、本当に。俺は弱い者の味方だから、本当に。俺は苦しいんだからね、ホームレスで。で、国に助けられた。
それは本当に恩に感じてる。この国は素晴らしいと思ってる。ただ今の現行の政府のやり方であったりとか、役人のやり方であったり、マスゴミのやり方は許せねえよ本当に。あいみーさんは立つ。あー、ともさんごめんね、アイテムスルーしちゃってちょっと熱くなっちゃってごめん。ありがとね、うん、みんなありがとう。マジでバンバンディスカッションしようぜ。いや本当に許せねえわマジで。ありがとう。もしよかったらね、無料アイテム配られてるんで、無料アイテムもじゃんじゃん投げてください。風船ありがとう、ペコさん。ペンペンさんも風船ありがとう。いやー腹立つわ本当に。だってさ、ツイッターにも書いたんだけど、だったらね、だったらだよ、だったら生活保護の生活費に関わる部分は2兆円なんだよ財源。わかる？国の今いくらだ、財源どれくらいお金使ってる、政府何兆円だかわかんないけれども、2兆円だよ。たかだか何十分の1でしょ。日本国民、日本人が命に関わること、命を助けようっていうのにたった2兆円で済んでるんだから、いいじゃねえかよ。そう思いませんか？あ、そう、生活保護費減らされますよ。2兆円で国民どれだけ助けてんだよ、いいじゃねえかよ。そのために税金払って、安いじゃねえ。そう思いません？みんな安いじゃん。そんなバカみたいに道路作ったりとかよ、バカみたいなくだらねえ事業とかやったりよ、公共事業とかやったりよ、そんなものよりよっぽどいいと思わない？国民の命救ってんなら。それをさ減らそうとかってさ、バカらしいよ本当に。日常的に行われてますよ本当に。腐ってるよマジで、腐ってる。俺はこの生活保護は万歳ですよ。生活保護にじゃんじゃんお金使ってほしいと思ってんの。じゃあみんな知ってます？生活保護に2兆円使われてるでしょ。国民の命が救われていいじゃないか。年金の足りない分10兆円使ってるんだよ、みんなの税金を。生活保護の5倍の金使ってんの。どう思う？みんなどう思う？生活保護問題だらけじゃねえ、年金の方が問題あるんだよ。年金の方が問題だらけなの。これ嘘だから。倍もらえてラッキーって、この6万8075円も足りてないの。それが現実だよ。マスゴミは分かってやってんだよこういうこと。クソみてえなよ、本当にクソみてえな国家だよ。腐ってるよ本当に、労働環境も。だから子供産めないじゃん。まあわざとやってるからな官僚は。もういや俺はね、別にね、国会のね、別に給料減らさなくていいと思ってんの。別に大してもらってないから。ただ私利私欲に使ってるでしょ、その権力とかを。で裏金もらってるでしょ、それが許せないっつってんの。もうね、弱い者いじめ大嫌いだよ俺は本当に。少子化進みますよこんなことやってたら。アイテムありがとうね。いや生活保護はもう本当にね、マスコミがちゃんと報道してないからクソみてえだなと思って。この国の一番悪いところだよ本当。報道をしっかりしないっていうのは、事実を分かってる頭のいいやつらが分かっててわざと変更報道するんだよ。クソだよ本当にクソ。いや俺は生活保護とかホームレスとか障害者とか守るからね、俺は戦うよ、はっきり言って。真実を言うから、真実を言う。マスコミじゃないな、もう役人と手を打って一緒にやってるのが良くないんだよ。腐ってるよ本当に。いやマジでね、こんなのね、もう本当悪性にも程があるんだよマジで。腹が立つよ。いや本当に学ぶことじゃない、飼いならされてんだよ教育で。あのね、じゃあもっと言うね、法律の上位概念の憲法の下に法律があるんだよ。憲法っていうのさ、みんなさ、憲法って言ったら何て書かされた、テストの時皆さん。日本国憲法って言ったら何を連想する、ワードを書いて、皆さん書いて。日本国憲法小学生の時何て書かされた、多分ね、みんなね、こう書かされたはずなんだよ。教育の義務、労働の義務、納税の義務って。そう思います？そうでしょ？
みんな日本国憲法って言って一番最初に刷り込まれてるの義務条項でしょ。違う？あ、まあ今は9条かもしれないね。でもテストの時書かされたのは多分義務条項だったはずなの。本来は国民主権なんだよ。そうでしょ、ハンニバルさん。そうでしょ。だから多くの人がテストの時三大義務を教わるの。あのね、はっきり言うよ、世界的に憲法の成り立ちを見てみたい。憲法っていうのは国民が守るものではないですから。それは日本国憲法にも書いてあるの。あのね、何条だったかな、に誰か何条か分かる人いる？憲法を守るべき人、それね書いてあるんだよ。憲法な何条だったっけな、憲法9条25条とかばっかり話してるけど、もっと基本的な話なんだよ。国民の義務なんか義務じゃねえんだから。そう、政府に守らせるべきものっていうのはね、書いてあるんだよ。何条だっけな、33条だっけな、ちょっと待ってね、今調べるわ。もうね、騙されたらダメだよみんな。何条だったかな、99条かな。うん、オッケー、あった、見つかった。憲法第99条、日本国憲法第99条、天皇または、摂政かな、摂政および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。日本国民が守るべきものじゃなくて国を縛るためのものなの。そして死にましたさんが書いてるのが正解なの。日本国憲法の中に憲法は誰が守るべきか書いてあんの。これを教えろ、小学生の時に。法律の上位概念だよ。そう。そして島さん、ありがとうね。もう腐ってるよマジで。しかもね、9条変更するって言ってるけど、生活保護の前提になってる生存権、みんなこれ俺らの国だぜ。俺らの国がこんなことになってんだよ。これが生活保護生存権ね。俺らの命、生活保護をなんで受け取っていいかって由来になってるんだけど、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面において、部面について、社会福祉、社会保障及び国衛生の向上及び増進に努めなければならない。守ってねえだろ日本国なあ。全ての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないんじゃねえの？何が生活保護ラッキーだよ、本当に。笑わせんなよ。本当。ちゃんと現行の憲法を守ってくれよ。しかもね、自民党はね、9条改正とか言っててね、自民党の草案読んでごらん。みんなこの25条外されるんだよ。生まれた時から税金払わされてこれなくなるんだよ。国が命保障しないっつってんだよ。そんな国家じゃねえよ、クソが。マジでよ、知らないでしょ。だからマスコミは隠してるんだよ。あいつらインテリだから分かってるんだよ。99条だって分かってるんだよ。最低限度の生活の解釈が曖昧じゃないよ。13万、それはもう書いてあるから、それは別に曖昧じゃない。13万、これです。これです。東京23区だと13万5610円。これ。俺は別にこれでいいって言ってんの。いや、政府が売国だよ、本当に。みんな力貸して、みんなリツイートして。みんな力貸しても、俺怒ってるから。これリツイートして、このツイッター。マジで、頼む、力貸してくれ。もう本当に許せねえわ。これ怒りの声上げないとダメだよ。頼むみんな、ツイッターで、もう、めくろ。マジで。なめんなよって。いいねボタンとツイッターよろしく頼むよ。この国は腐ってるね、本当に。ありがとう、小夏さん。いやー、俺は税金とかがね、なんだかんだっていう部分、生まれた時から払うタバコ税だとなんだかんだ、日本人の命が救われるなら、俺はいい国だと思うよ。食えない人が食える、病気の人が、働けない人が、鬱の人が、たまたま貧乏に生まれた人が、ホームレスが、この人たちの命を守るのがいい国じゃん。何が悪いんだよ。ありがとうね、アグリン。いや、偽善とかじゃねえから、くだらねえ文句があるな、凸かけてこい、うん。お前らが偽善者だよ。本当に。
偽善どころじゃねえよ本当に。日本国民じゃねえよお前ら、マジで叩いてるやつら、クソすぎるだろ、クソだよクソ、うん、もう薄っぺらい議論なんかどうでもいいわ。あ、花火ありがとうございます。あ、マジでね、ほんとね、久々殺意湧いたわ本当に。許せねえよマジで、許せねえ。そう、俺が良ければそれでいいって。同じ国に生まれて貧乏に生まれたの、親が働いてねえのが悪いんだろうって、ふざけんなよマジで。貧乏に生まれてきてさ、施設で育ったりとかさ、いろんな環境の人がいるんだよ。同じ国に生まれて恥ずかしくねえのかよ本当に。生ポもらってるゴミクズがじゃねえんだよ、生ポは権利なんだよバカ野郎。国が約束してんだろ、ちげえのかよ。俺はこの国のルールについて正しく運用しろっつってんの。生まれた時から作られたルールだよ。俺はルール逸脱してねえぞ、ルール破ってねえぞ、ルールを守れって国に言ってんだよ。ゴミだなマジで。文句あるやつかけてこいよ、論破してやるよ。コメントでしか何も言えねえくせによ。諦めてしまってる人が多いのも事実だと思うよ。頭のいい人とか真実を知ってる人がいると思うの。でも草の根でこういうことやらないとダメだと思ってんの俺は。俺はなんだろう、俺は別に生活保護が知った上で、制度、現行の憲法制度全部を知った上で反対するんだったら、俺は憲法を変えるべきだと思うの。法律、生活保護っていう制度をなくなるっていうんだったら俺は受け入れる。ただね、生まれた時からずっと守ってるルールの上で虐げられてる人、なんか騙し討ちだろうこれ。いや平等じゃないよな本当に。だから俺はやだわ、正直許せねえわ。そう、貧乏人は死ねって言ってんのとこいつら一緒よ、はてなさ。生活保護費は下げるべき。もし意見があったりとか、ディベートしたい人、ディスカッションしたい人いたら凸かけてきて。LINE は俺のプロフィールに書いてあるから。ごめんねちょっと、もうもう頭がね、もうすげえ怒りが奮闘しててさ、俺ともし生活保護に対して議論したいんだったら、かけてきてください、電話を。僕は逃げも隠れもしません。ちゃんと説明できることは説明します、誠意を持って。いや平等じゃないのは生まれた時からだよ。でもね、ドナルド・トランプさん、平等じゃないんですよ。ずっとこの世の中は、原始人の頃から地球上は、宇宙は平等じゃないんですよ。絶対に平等じゃない。でも平等じゃないからこそ平等であろうとする精神っていうのは俺は忘れちゃいけないと思うよ。どんな時代も平等じゃない。知的な格差、身体能力的な格差、生まれながらの所得の格差、いろんなものがある。多分埋まらないでしょ。でもフェアにやろうよっていう精神とか、それは人間らしさだと思うけどな俺は。それが人類が勝ち取ってきた今までの歴史だと思うけどね。フェアであろうとする精神っていうのは大事じゃないですかね。どう思います？僕はそう思います。俺も助けてもらった。でもね、助けてもらったからこそ言いたい。助けてもらったからこそ、生活保護をこうやってバカにするんだったら、もうやめちまえよこんな国って思うの。俺はね、共産主義者でも社会主義者でもないよハンニバルさん。それはトツかけてきてくれたら、きちんとあなたが納得できるように説明することができる。お疲れミミさん。俺がね言いたいのはそういうこと。本太郎さん、情報操作によって生活保護者のイメージをどんどん悪くして、生活保護を撤廃させようとしてる政府が許せないってことね。そうだね、カースト制度の上の人間、要は上級国民って呼ばれてる人たちは、自分の私腹肥やすためだけのことを考えてる。俺はそれが許せないっつっての。要は弱者から搾取をして、ね、上級国民がより儲かるような制度、より豊かになる制度。生活保護費はまた減額になるね。
今んとこなくなりはしないけど、でも分かんないよこの先。うん、そう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 、別に平等じゃないっていうのは分かる。でも平等にしよう、平等に近づけようとする人間の動きを俺は否定したくないし、あの平等であろうとする精神っていうのは素晴らしいものだと思う。俺偏差値の話なんかしたことないよ。俺の行った高校偏差値42で、お前1年で中途退学してんだぞ。偏差値42の人間がなんで偏差値を持ち出して差別すんだよ。俺偏差値の負け組だわパルちゃん。偏差値お前42の高校行っててなんで俺が自慢すんだよ。いやひげが汚い、すいません。アメリカみたいに税率を細分化するのは俺は賛成かな。うん、平等難しいね。いや俺日本人に生まれただけでラッキーなんだよ。そうそうそう、ブルーバーズさん、そう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 、いやあのね、いや俺はね、そこ減額の問題もあるんだけど、俺はもう根本的な政府の騙し討ちみたいな、生活保護は受けてる人が悪いみたいなことをやってるのが俺は許せねえわ。みんなもしよかったら拡散してリツイートして力貸して。これね、みんなが声を上げてリツイートしてくれるだけで、あの分かるんだよ、伝わる人には伝わるから。国民の怒りをぶつけよう。いやもう許せねえよアンコロ、本当に力貸してみんな。そうだね、あの生活保護パチンコ北朝鮮の流れも良くないよね。だ正直言うとパチンコなんかもう撤廃すればいいんだよ。生活保護はどのくらいでもらってるの？あ、俺は生活保護抜けた人間なんですよ。1年半前に抜けた人間です。で、東京都で、去年か、去年、1ヶ月半前だと、13万、5000円ぐらいもらってました。じゃあの、ベーシックインカムは実は平等じゃないんだよ、芸能人さん。それもトツかけてきたら教えてあげる、本当のこと。ベーシックインカムは貧乏な人はより貧乏になる制度なんだよ。みんな騙されたらダメだよ。だから俺は小川さんとやってるんだよ。あ、リツイートありがとうね解放。あの生活保護をニューベーシックインカムっていうのとか、名前を変えてベーシックインカムにして、実は生活保護ってベーシックインカムなのみんな知らないんだよ。で、所得が低い人に強制的に振り込む制度にしましょうっていうのが俺の考え方。所得が低い人はあのベーシックインカム、要は強制的に政府が13万未満の人に足りない分を補うっていう制度に変えませんかっていうのが俺の案。そうそう、コークさんその通り。生活保護と国民年金っていう制度は全く別の制度なの。何の関係性もないの。なぜ倍もらってラッキーっていう表記をするんだよ。ふざけるんじゃないよマジで。それもね、僕のパートナーの小川祐樹さんという方がいます。パートナーの小川祐樹さんが、全部ペラってくれましたよ。11年間、ケースワーカーやってた。要は生活保護を配る側の役所の人間だったんだけど、私が担当した中では一件もなかったって言ってた。一件もなかったって言ってた。うん。どうでもよくないよ。俺は生活保護で命救われた人間なんだから。何も響かないんだったら別に見なきゃいいんじゃないですか。うん。現物支給、現物支給をやっちゃうとね、フードスタンプとかそういう制度があるんだけど、俺は現物支給反対派だね。簡単に言うと。コストが高いから。税金余計かかる。うん。アマゾンプライムを200万世帯とかにやるの国が税金余計かかるよ。本太郎さん、現金渡した方が早いんだよ実は。医療費が2兆円かかってる部分については、俺もちょっとそこは生活保護については問題あると思っていて、お年寄りが寂しいからとか、体調別にそんなに悪くないのに病院通いまくって薬もらったりしまくってるから、
少し負担にするべきだと思う。行ったら損する仕組みにしないと、何でもないのに病院タダだからって言っちゃう癖がついてるから。俺が不正だった証拠を出してくれよ。俺は不正受給なんかやってないよ。俺が不正受給だった証拠を出してくれ。うん。突でも何でもかけてきてくれ。もうふざけてるよな、マジで本当に。弱者叩き大嫌いだよ。まあまあ国の狙いはそこだからね。あのカジノ国営でやるっていうのは。いやえぐいよな本当に。えぐいよ。だってメディアなんか外人に買われちゃってるコンテンツなんだから。だから要は正しい情報を正しくデータを出してやらないんだよコークさん。そういう国なんだよ。そうだってさ、例えばさ、これまあツイッターにも書いたんだけどさ、これさ国民年金と生活保護そもそもね並べてるのも意味わかんないじゃん。国民年金と生活保護制度全然違う制度なのよ。だったらさ、ここにさ書けよ。いくらさ、あの企業とかさ、道路のさ税金にいくら税金投入してるかとかも書けばいいじゃん。そしたら全く意味ねえだろってみんな言うでしょ。助成金書けよ、ここに国が配ってる、企業に配ってる助成金書けよな。そしたら全く関係がないっていうの気づくでしょ。生活保護と何の関係があるのって気づくでしょ。国民年金と比べてでね。さらに言ったらこの13万5610円もらってる人の中にね、この6万8500円もらってる人っているんだよ。返還してるんだよ。足りない部分をもらってるだけの人もいるんだよ。このグラフ、この相関に何の関係があるの。このラッキーに悪意感じない。このラッキーに何がラッキーだよ。本当に何がラッキーだよ。いや別に俺賛成なんか、別にいいのいいの。タバコがどうとかくだらないから。別に気に入らない、俺のこと嫌いなやつは嫌いだろうし、別に俺のこと好きとか嫌いとかいう問題なんかどうでもいいと思ってるから。俺は国のこと話してるんだよ。国を憂いてるんだよ。俺個人のことなんか別に嫌いだろうがなんだろうが関係ないよ。俺のことは嫌いでも日本のこと、この意見に対して賛同ができるか賛同できないかだけの話だと思ってるから。政治家俺は無理だよ。聞きたくないのになんで見に来たの。バカなんじゃないの。聞かなきゃいいじゃん。エイパムさん、君から聞きたくないよ、笑わすな。バカなんじゃないの。あなたが見に来たんでしょ。政治家目指さない理由は、なんだろう、俺の役割じゃねえだろう。俺の役割じゃないでしょ。俺は配信者だから正しい情報をみんなにさ届けるよ。今後どうなると思うじゃなくて、現状が腐ってるから。俺の考えだと生活保護制度が腐ってるわけじゃなくて、生活保護っていうルールがあって、国の決まりがあって、それを正しくアナウンスしてない政府とマスゴミが嫌いっていう。要は弱者叩きをしてるっていうのが嫌いだから、ルール守ってほしいね、俺は。政府と国民に。俺は現状クソだと思ってる。生活保護制度はいい制度だと思ってるよ。日本は報道クソだよ。ありがとう、アイテムありがとう。クソだよマジで。
そう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 、そういうこと、そういうこと。ルール破りっていうか印象操作かな。ルールは破ってないの、印象操作に起こってる。弱者を守る理由は簡単。俺は一回生活保護になったのよ。俺は一回ホームレスになってるの、うん、でその時の、リアルな生活、漫画喫茶で過ごしたことも路上で寝たことも、生活保護を受けた時のリアルな話をみんなにしてるのよ。だからほっとけないだけ、昔の自分だから、うん、お前が強者になって守れ。 Y チェアさん力貸して、うん、頑張ります。俺が強者になるかどうかは別問題だけど力貸して、うん、俺は戦うよ。和骨、基本生活保護を人道的とか言ってるのはおかしい。ご意見が本当に僕と、僕にご意見がある場合は凸をかけてきてください。リスナーさんと議論するつもりはありません。ただ凸をかけてきてくれて同じフィールドに立つのであれば、僕は誠意を持って自分の考えをあなたに述べます。誰でも構いません。LINE はふわっちに公開してありますので、リスナーさんと議論をするつもりはありません。僕は自分の意見をここで表明します。ただそれだけです。コメントで好きなことを書いてもらって構いません。僕の人格否定をしようが何をしようが全くもって構いません。賛同もしてくれても構いません。ただ、僕と議論がしたいのであれば凸をかけてきてください。ご意見でも何でも構いません。それが僕の考えです。今受けてないですよ、生活保護は。僕がタバコをどこです。あっつ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 あっち。本当、いつから日本ってこんなくだらねえ国になっちゃったんだろうな。大丈夫大丈夫、ちょっと火種が落ちた。日本が嫌なら出てけってさ、逆だよ。生活保護叩くんなら日本の現行の憲法とか制度を反対してるんだから、北朝鮮でもどっかでも行けよ。先進国だよ日本って。バカなんじゃないの。俺は逆だよ、日本のルールをちゃんとやろうっつってんの、日本人だから。バカなんじゃないの。日本の憲法に書いてあること、法律に書いてあること正しく運用しようっつってて、なんで日本から出てけの。生活保護なくせって言うんだったら、生活保護ある国なんだよ。先進国だったらどこにでもあるんだよ。正しく利用しようって思わないんだったら出てけよ。北朝鮮でもどこでも行けよ。直徳さんいらっしゃい、アイテムありがとうございます。生活保護切られた、抜けた、うん、収入が上がったから。うん、そうだね、うん、政策はね。民主党時代は生活保護費は15万だったらしいね。2万円多かったって聞いたよ。今収入はふわっちで生活してますね僕は。ふわっちで生活してます。そう、正しく憲法を守らない政府に怒りを表明してる。偏向報道してるマスコミに僕は怒りを感じてる。それが僕の答えです。生活保護の時良かったことと抜け出せて良かったこと、生活保護を受けた時はね、布団に入った時泣いたね正直。ずっと漫画喫茶で、牢屋の中で1ヶ月半、その後、漫画喫茶で3ヶ月ぐらいかな、合計約半年ぐらい、ベッドとか布団で寝てなくて、まあまあ、2ヶ月半は牢屋の中だったけど、それは環境が閉鎖された空間っていう意味でね。で、もう本当に、
体ボロボロだったから布団で寝れるっていうのを幸せに感じた時、俺はこの国に生まれて本当に良かったと思ったね。日本に生まれなかったら俺は死んでた。だからこの国に本当に感謝してる。生活保護があって良かったって思ってる。だからこそ経済的な理由とかで自殺をする人をなくしたいと思ってるし、生活保護を正しく知ってもらいたいと思ってんの。生まれた時から勝手に税金だけ強制的に取られて、路上生活は自己責任なんて、そんなのおかしいと思ってる。俺はだから基本的にはこの国の制度には感謝してるね。で、抜け出してよかったことっていうのは、やっぱりその生活保護を受けてる間っていうのは贅沢な暮らしはやっぱりできないのね。だから友人から飲みに誘われたりとかを全部断ってたのが惨めだったから、悔しかったから、今ね、荒野とスタジオ入ったりとか、キャスバーで飲んだりとか、うまいもん食ったりとか、旅をしたりとか、自由に生活できて本当にリスナーさんに感謝しますね。はい、それが僕は生活保護抜け出したかったですね。でも生活保護がなかったら俺は今の俺がないから、相手もありがとう。そういう感じです。おごりはね、正確に言うとダメなんだよね。おごりは正確に言うとダメだ。正確に言うと、そこまでやってるケースワーカーとかもいないし、そこまでやってるのいないと思うんだけど、おごりは一応申請義務があります。本当のこと言うと。そう、生活保護はもらって当たり前だから。そこの考え方がもうおかしいの。生活保護は本来もらって当たり前なの。国が強制的に足りない人に配るのが俺は正しいと思ってる。はい、こんばんは。申請制にしてんのがおかしいんだよ。税金は強制的に取って、恵まれない人にはなんだろう、申請をしてくださいっておかしいでしょ。まあまあ、誰がなるか分かんないよ。誰あの弁護士って、誰の話してんの。働く働かないは生活保護関係ないよ。働けない人がもらう制度ではないから、基本的に。そこがもう誤解なの。そういう論点のすり替えをみんなが論点すり替えられてる時点でもう洗脳されちゃってんのよ。本来は働けない人がもらう制度ではないの。お金の少ない人に全員に配る制度なの、生活保護っていうのは。働く働けないなんて全く関係ないから。いや、本当だよね、匿名さんね。ありがとう、アイテムありがとう、はてなさん。猫さんありがとう。いや、別に誤解とかよくわかんないけど、別に俺は俺だよ。別に俺のこと嫌いな人もいても好きな人もいてもいいけど、別に俺の言ってる内容を聞いてほしいね。本当に俺が何を言ってるのか耳を傾けてほしいよ。俺はリスナーさんと議論するつもりなんかないもん。自分の意見言うための場所だと思ってるから。で、文句がある人は突かけてきてください。賛同する人でも俺と話したい人は突かけてきてください。さっきから言ってるでしょ。俺と意見を交わし合いたい人は、議論をしたい人は突をかけてきてください。
全然僕はどんな意見も拒みませんから、僕はリスナーさんと議論するつもりなんか全くありませんよ。自分の思ったことを表現するだけです。イモ姉ちゃん、相手もありがとう。連投ブロック、俺はね、ブロックはしないことにしてんの。俺は全然好きなこと書いていいんじゃんって。俺も自由にしゃべる。その代わり、皆さんも自由にしゃべる。それでいいんじゃない？それが、配信だから。いや、生活保護はみんなの税金だからっていうよりも、俺は生まれた時から税金払ってるわけじゃん。生まれた時から強制的に払ってる。だけど、生活保護に行くんだったら素晴らしい国だと思いません？恵まれない人、障害を持ってる人、働けない人、事業に失敗してしまった人、困ってる人にお金使われんだよ。人が救われてるんだよ、自分のお金で。大いに結構ですよ。大いに結構ですよ。じゃんじゃん使ってくれ。生活保護にバンバンお金使ってくれ。最高じゃないか。とてもいい国じゃないか。どう思います、皆さん。いい国じゃないですか。いい国じゃないか。人のためにお金を使うっていうのは。俺はそう思うけどね。どこがクソみたいなの？具体的に言って。何が一体クソなんだい？これは俺の考えだよ。別に共感できない人もいっぱいいるんだろうけど、だったら法律変えるように運動しなよっていう。そうそうそう。俺は外国人に関しては微妙。ただ外国人の人も税金払ってるのも現状だからね。外国人に払ってるのは俺は微妙。憲法は国民のためにあるもんだと思ってるから。だけどそこは賛否両論あると思うよ。ただまあ、どうなんだろうね。国籍を帰化してもらいたいよね。在日の人が受けてるのであれば。日本人になってから受けるのであれば俺は問題ないと思ってる。もしくは強制送還とかね。生活保護年々増えるかどうかっていうよりも減ってるのが現状かな。そうだね。生活保護があるって言って日本に逃げ込んでくる、亡命するんだったら国籍取ってからだと思うけどね。生活保護ね、東京で10万以下は無理だよ。ゆうたさんね、リアルな現状を伝えますね。20代後半で生活保護を東京で受けた場合、家賃が5万3700円なんですけど、ここの家賃6万円だったんですよ。で、家賃分は5万3700円なんですね。で、残り8万円の中から、6000円僕は手出しで出したんで、7万5000円残るんですよ。OK ですか？家賃6万円。13万のうち、6万円引いたら7万5000円残るでしょ。13万5000円もらえるの。で、そのうち6万払うから7万5000円が残る。で、7万5000円をどう使うかっていうと、電気代、水道代、ガス代。それから、ネット回線とかなんだかんだとかあるでしょ。で、そっから食費。で、大体の人がホームレスとかだから、服とかも買わないといけない。まあ、何か買わないといけないでしょ。冷蔵庫だろ、何だろ、生活していくためには。普通に家がある人の感覚じゃないのよ。大体その生活保護になってしまうっていうケースって、何にも持ってない、財産を何も持ってない状態だと思ってほしい。で、そう考えた時に、俺は手元に1万5千円ぐらい残った。食費は俺1万5千円でしょ。で、ネットでしょ？ちょっと待ってね。ネット、電気、水道、ガス、食費が3万か。1日1000円。1日1000円で、
3万で、4万5千円で、まあ服だとかなんだとか買って、大体1、2万残ったのかな、手元に。俺はそれをタバコに使ってたね。10万じゃね、人間らしい生活にはなりませんよ。新宿に住みたくてじゃないね。詐欺師の時はかなり儲けてた。俺は1円も受け取ってないよ。自分の地域は働いたらその分差し引かれるから無理なんですよ。家賃は市が出してくれますけど。生活保護はどこも全国一律同じ制度ですよ、ゆうたさん。働いた分返還するのは僕も一緒でしたよ。あ、僕は映画作業所っていうところで働いて7万円のお給料をもらって、それを返還するっていう。それは全員一緒です。地域によってね、違うのは、家賃の額が違うの。ルール自体は国が決めてる法律だから、地方によって制度は違わないですよ。生活保護を増やせば金持ちに金を回すより経済効果ありそうだけど、どうなんかな。そこね、すごくいい質問で、生活を、国に儲かるっていう概念ってないんですよ。お金ってただぐるぐる回るの。13万しかもらってない人たちって、13万全部使い切るに決まってるじゃん。生活保護で13万で貯金できると皆さん思います？できないでしょ。だから、どういうことかっていうと、みんな使うんですよ。使うっていうことは、消費に回るんですよ。そう思いません？だから、実は匿名さんが言ってるのすごく正しくて、人にお金配ってる部分っていうのは全部経済で回ってるんだよ。道路も税金、天下りも税金、全部税金ですよ。みんなだから自分が搾取されてると思ってるんだけど、違う。国の機能っていうのはお金が儲かるっていう概念ないの、政府には。あるところから取って足りない人にばらまくっていうのが国の機能だから、みんなの税金っていう考え方がおかしい。俺は普通に2兆円しか使ってないっていうのは別に普通だと思うよ。日本国民を守るために2兆円使ってて全然いいんじゃないかなと思うけど。年金に10兆円使ってんだよ。生活保護の5倍税金投入してんだよ。そっちの方が問題あると思うよ。どう思う？年金で今現状で回ってなくて10兆円追加してんだよ、みんなの税金。生活保護費の5倍だよ。だったら年金撤廃して、もう生活保護全員にすればいいじゃんと思わない？もしもし。あ、すみません。あ、はじめまして、和道です。すみません。あ、今配信を見てました。あ、ありがとうございます。すいません。はい、これは私の友人の話なんですけれども、はい。だからちょっと私は生活保護とかそういう関係には詳しいわけではないんですけど、ちょっと理不尽だなと思うことがあったので、はい。ちょっとそれをお話ししてみたいなと思って。あ、お願いします。はい。で、私の友人なんですけども、2個下の子で、はい。子供が3人いたんですね、子ま供だちっ3ち名。ゃな子供が。はい。で、その子は統合失調症を持っていて、お子さんで、がですか？そうじゃなくて、その私の友友人人が。が、はい。はい。で、女の子の子供3人ちっちゃい子がいたんですけれども、はい。まあ、ある理由があって離婚してしまって、はい。シングルマザーになったんですね。はい。で、まあ、生活保護の方の申請を受けに行きたいということで、はい。で、一緒に来てもらえないかっていうので、福祉課の方に行ったんです。はい。で、うちの方は都内ではないので、はい。東京とは違って生活保護の基準もすごく低いし、家賃とかの、限度額っていうのも、まあ、4万前後っていうところでそうですね、はい。あれなんですけれども、まあ、子供がね、ちっちゃい、
子供が3人いるっていうのと、統合失調症だっていうことで、まあ、仕事をすることには困難だって私も判断したので、うん、一緒に役場の方に行ったんですね、はい、で福祉課の方に行って、そしたら福祉課の方がそういう役場ではない福祉課の福祉外なんだろう福祉センターみたいなところを紹介してきて、うん、でケースワーカーの方とお話をしたんです、はい、でそしたら最終的には子供がいると生活保護を受けながら子供3人となると母子手当の額も大きいと、うん、であなたは統合失調症かどうかもわからないということで、うん、違う医療機関にかかれと私の友人は言われて、うん、で違う医療機関の神経科の方にかかったら、うん、まあ、統合失調症の方でも軽い方だという診断をされたんですね、うん、はい、でそれがケースワーカーの方の方のにももちろん伝わって、はい、そしたらまあ、どうしても生活保護を受けたいのであれば、はい、子供を施設に入れてくださいと。でそうすればその友人のところには母子手当が入らないわけですよ、国からの、はいはい、だから生活保護を受けたいのであれば子供を3人とも施設に預けてくださいって言って、子供を3人とも施設に取られちゃったんです。それも違憲行為なんですよ。でそのケースワーカーってもうこれバレたらクビですよ、はっきり言ってですね、うん、私もちょっとその親と子供を話すっていうことが理解できなくて、ちょっと食ってかかっちゃったんですね、はい、でまあそしたらその診断の方が統合失調症でも軽い方で、はい、生活保護を受ける基準に値しないから、はい、ちょっと話を止めてしまって申し訳ないんですけど、あ、はい、生活保護というのは本来病気があるなし全く関係ないんですよ。だからもし生活、ケースワーカーがそれをもし言ってるのであれば、そのケースワーカーは勉強不足だし、クソです。そうですよね、はい、で私もそれが不思議でたまらなくて、はい、で最終的にはその子は生活保護が受けられなくて、違う市の市営住宅みたいなところですか、はい、そこに一人で住みながら仕事をして子供を受け入れるだけの貯金をしろっていう結果に至っちゃったわけですよ。あ、わかりました。この番組、僕の放送見るのって初めてですか？よく見てますよ。ありがとうございます。もしよかったら、その女性の友人の方に、はい、僕、はい、知り合いのケースワーカーを11年やってる小川祐樹さんっていう現在行政書士の方なんですけど、この前配信されてましたね。なんか動画です、動画っていうか映像だったんですけど、生放送です。生放送で今度第4回目をやるんですけど、このケースワーカーだったんですけど、今の現行のそういう不正、ケースワーカー側の要は怠慢が多すぎるっていうことで、生活困窮者をこう助けるっていう行政書士の活動をやってる人がいるんですよ、小川祐樹さんっていう。はいはい。で、僕の YouTube のチャンネルに生活保護完全マニュアルっていう動画が1と2があって、で、生活保護の受け方であったりとか、どういう人が受け取る権利があるのか、障害のあるなし関係ない、持ち家、ローン、借金、いろんな問題について2時間にまとめてあるんで、もしよかったら、その友人の方に動画を URL 貼ってあげてもらえると嬉しいです。全部本当に答えが載ってるんで、後で URL 送るんで。はい、はい、でそれでですね、まあ、ここまでは私はもちろんこれも理不尽だなとは思ったんですけれども、はい、その後にその友人の子供と同じ保育園に入っていた保育園のママ友さんがいらっしゃって、はい、でまあ、ママ友さんもその離婚をしたと。で生活保護を受けるにあたって、ちょっとそれどこの党だかわからないんですけれども、はい、政治家の、はい、知り合いの方ですかね、町会議員の方なのかよくわからないですけど、うん、その方を一緒に、連れて、はい、ケースワーカーの方に行ったらすぐに受理をされたと。そうです、それが現状です、この国の。
そうなんです。それしかもその方は隠れてね、元旦那さんがなんか開業医だったらしくて、その開業医の旦那さんからももちろん養育費とかたくさんもらってるわけですよ。それを隠して生活保護を不正受給してるわけですよね。最終的には簡単に生活保護、その人は病気も持ってるわけでもない、ただ子供がいるからってだけで生活保護はその、なんだろう、議員さんのおかげで受けられて、それで不正受給をしてるってことで、私頭に来て、そのことをちょっと本当は良くないことなのかもしれないけど言ったんですよね、名指しで。今の問題ってすごく重要なところで、議員さんを使ってるから受けてるのが不正受給ではないんですよ。で、実際問題として、その公明党と共産党の議員を連れていくと、なぜか市役所の対応って変わって、すぐに受けられるっていう現状はあるんですよ。あと弁護士を連れて行ったり、要は権力に弱いんですね、彼らっていうのは。で、僕はその生活保護を受給していたことがあって、僕一番ひどかったケースっていうのが、若い女性が泣いてるんですよ、隣の相談窓口で。ボロボロ泣きながら、新宿の区役所だったんですけど、要は子供がいると。で、多分20代後半なんですけど、綺麗な方で、もう助けてください、生活保護を受けさせてくださいって、立て直そうでって、本当に困ってるんですって言ったら、隣のそのケースワーカーが、お前歌舞伎町目の前だから体売ってこいよって言ったんですよ。で、それで号泣して追い返されてっていうのが現状なんですよ、この国の。で、名誉のために言うのであれば、その生活保護を降りたっていうことは、その不正受給ではなくて、生活保護をもらうこと自体は不正受給ではないので、議員さんで受けられたっていう人は適用の範囲内だったっていう判断で合ってると思います。それを一概に不正受給っていうふうに断じてはいけなくて、ではなくて、その旦那さんも、その別れた旦那様から慰謝料とかね。養育費をもらっているにもかかわらず、それを隠して受給をしているから不正受給だと私はそれは不正思受っ給たでんです。すよ。それは不正受給です。もう完全に名前が分かってるのであれば、もう名前があって慰謝料をもらってますよって言ったら、一発で捜査入ります。それを私、だからちょっと私の友人がね、ちょっと理不尽な思いをしていたので、私はその不正受給をした方の名前を出して、役場の方の福祉課の方にちょっと言ってしまったんですね。それは正だしけいどです。も、それに関して、もうそれはもう1年以上前にそれを言ったんですけれども、いまだにそれに関して何のあれもなく、そこは複のう雑。のうと生活保護を受けてるんです。そこはすごく難しい問題があって、調査が入るのは間違いなく入るんですよ。入ります。絶対に入ります。なんでかっていうと、不正があったら動くっていうのが、彼らの仕事の一つなので。で、ただこっからはなんですけど、生活保護慰謝料を返還毎月するんですよ、正しい手続きっていうのは。で、返している場合っていうのは、例えばその、20万とか決められてますよね。それを受け取って、慰謝料10万受け取った。この10万っていうのは返還毎月してる場合は不正受給に該当しません。だから、そそうれなを、んですそうか。なんです。だから、こういうことをちゃんと政府とかマスコミっていうのがアナウンスしてないから、一概に不正受給だっていう誤解っていうのも広まってしまっているのも、僕らは訂正をしてるんですよ。だから、今、もし、その女性っていうのが生活保護を受けてるのであれば、おそらく推測なんですけれども、彼女は返還に応じてるはずです。正しく受けているとは思います。そうなんですか。で、僕はもっと問題だと思っているのは、ご友人の方が受けられないっていうことの方が問題だと思っていて。そうなんです。子供が施設に預けられちゃってるっていうのも、私はやっぱり第三者で他人なわけだから、面会に行きたくてもやっぱり行けないわけですよ、お子さんのね。様子も私は見に行くこともできないし、で、本人は月に1回とかっていうので、外泊とかさせてはいただあのもらってるみたいなんですけれども、やっぱり悔しいって、そうですよね。その
統合失調症を持ちながら働くのにも限界があって、とても子供3人を迎えれるまでの貯金ができるまで、何年かかるかわからないって。なのになんであの人は生活保護が受けられて、私は受けられないんだろうって。そう、それが問題なんですよ。だ人にから、よって受けられる人と受けられない人とか、役所が顔色を見てるのがいけないんですね。僕が生活保護の申請の仕方伝えます。簡単です。相談に行った時に、相談受けますって言って絶対出てくるんです。水際作戦っていうのをされたんですね。要は追い返すっていうのをやるんですよ。で、なぜか知んないんですけど、彼らっていうのはノルマもないのに、勝手に減らそう減らそうって考えてるんです、役所の人間は。なぜか わからないですけど。そうじゃなくて、相談に受けたらこう言ってください。「私は申請に来たので申請書を書かせてください」って言うんです。書類を出してくださいって。で、そうすると申請書というのを出されます。要はこれは公的な書面です。これは政府のホームページとか、共産党のページとか、どこでもダウンロードできるので、自分で書いても構いません。それを提出してください。絶対に取り下げることはできません。つまり彼ら役人っていうのは、書類を出されたら審査を必ず始めないといけないんです。その仕事の手間が増えるのが嫌だから追い返してるんです。だから申請書を出してみてください。もし収入が生活保護を受けるのに該当するのであれば、確実に通ります。じゃあ申請書で伝えればいいんでしょうかね、言え窓ば口いいんででし出ょうかし渋る可能性もあるので、生ね。活保護の申請書っていうふうに Google で検索するとテンプレートが出てきます。それを書いて提出するだけで結構です。もしくは議員さんと行くとか、いろんな方法があるんですけど、もしそれで紙を届けて不受理になった場合っていうのは、職員が罰則を受けるんで、彼らは絶対に受理します。その紙っていうのを断ったら、国民の権利を剥奪されたってことで、裁判で負けるんです、彼ら。だから、それを書かせないようにするのが水際作戦の実態です。本当はこれは、あってはいけないことなんですよ、水際作戦自体が。だけど、その議員さんとか、そういう仕組みを分かってるんですよ、彼ら。議員だから。だから、申請書を出してって言ったら簡単に通るんです。だから理論武装すれば、僕らも同じことができるんで、申請書を出してみてください。それダメだったら僕にもう一回連絡ください。わかりました。じゃあその時には、本人かなんか、今パソコンの方とかでコメントの方で、私が本人じゃないかとかいろいろ書かれて まあそんなことはどうでもいいんですけど、ちょっとその時には本人から連絡を和道さんぜのひ方ぜひ。にね、させて、私じゃあちょっとね、気持ちとかの伝え方っていうのもやっぱりそうわですからね。ないので、本人じゃないと。まず、もしよかったら、今の話も全部掘り下げて、生活保護について語ってる動画の URL 今送りますので、もしよかったら、そのご友人の方と一緒に見てみたりとか、してみてください。わかりました。ありがとうございました。とんでもないです。なんか、リアルな。ね、よくわからない無知な私が突然、ちょっと生活保護のことで私の中で理不尽だって思うことがすごく強かったものですから、ちょっと勢い余って突してしまいました。いや、嬉しいですよ。でも申ね、し訳ありこまれせん。ね、本当は国とかマスコミの仕事だと思いません？本来これを話すのは。僕と小川さん、これ話して損しかしないんですよ。叩かれるし、1円の得にもならないし。で、本そうで来はすよ政ね。府とかがホームページに書いたりとか、そのテレビとかで議員が言ったりとか、マスコミが特番を作っていう命に関わる権利の話なのに、今政府がやってること、マスコミがやってることって、要は生活保護バッシングをやって、どん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 不正受給とか、生活保護を受けてる人が悪いみたいなイメージとか、どん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 受けづらくしてるんですよ。だから僕はそれを変えたいんです、本当に。ありがとうございます、協力してもらえて。嬉しいです。いや、でも実際にね、不正受給をしているっていう人もいますから、それが面例え白いんばだけど、そう群馬県の方なんかでは半分以上が日本人じゃないんです。
実は不正受給のこともすごく調えべていて、一え。ええ。般の人がその汚職をしたりとか犯罪率と、生活保護が不正に行われている実際の検挙率っていうのを、逮捕された事例ってほとんどないんですよ。1000件にああ、1そもうないなんんですでよ。すか。だから本当にたまに稀に起こるレアなケースの事件とかを大々的に取り上げて、こんなことやってますよってやってるのが実態なんですよ。で、確かに外国人の問題であったりとか、その大阪のとある一部のエリアでその薬をさばいたりとか、そういうのはあるエリアもあるんですよ。犯罪率の高いエリアとか。だけど、その何て言うのかな、そのごく一部の問題をそのこう広めてしまうと、なんていうのかな、普通に受けてる999人がその語弊を受けている。僕は不正受給ダメだと思ってるんですよ。絶対あってはならないことだと思ってるんですね。だけど、その前に僕はその困ってる人の命を救いたいんですよ。例えばそのリスナーさんのご友人の方とか、もう不正なんかやってるやつは捕まりますから、はっきり言って。そうですはね。い、そう、全体から見ると何パーセントなのかっていう数字は出さないですよね。犯罪率がどれくらいあるのかっていう。そうですね。そう、僕はその命をその自殺をしてしまったりとか、そうやって親御さんと家族の絆を断たれてしまったりとか、そういう人たちを守りたいだけです。で、不正受給やってるやつらは勝手に警察の仕事で勝手に逮捕してもらうんで、そこはもう不正やってるやつはバンバン通報すりゃいいんですよ。簡単っす。もうそうですそこはね。もうほっときます、僕は。わかりました。なんか愚痴みたいになっちゃって申し訳ありとまんせんででもしないた。です、とんでもないです。すいません、なんか首を突っ込んでしまって、リスいえいえ、ナーの皆さんもすいませんでした。とんなでんもないかです。本い当ろいに。ろアンチの方もいらっしゃるから。本当にありがとうございます。いや、僕アンとチんで多もいんないで、です。今後ともぜひ、普通の放送も楽しんでいただけると嬉しいです。また見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。すいませんでした。失礼します。じゃ失礼いたします。失礼します。いや、勇気あると思うよ。いや、くだらない、疑うとか信じるとかもくだらないからやめよう。俺は親いないよ。はい、ワド2、もしよかったら無料アイテムください。よろしくお願いします。もしもし、お名前どうぞ。川間でよろしくお願いします、川間さん。す。します。いつもありがとうございます、コメント。今、捨て耳機をつけているので、はい。配川間です。信のお願いし音ます、量、川間さん。音は消した方がいいですかね。配いつも信ありのが音とう量は電話かけるときは基本的全切りが基本です。ございます。全切り、OK です。この通話だけを見てコメントを、その音消してみるってやると、音が回らないので、OK です。回らない。ちょっとコンピューターの音も拾うような設定になってるんで、大丈夫ですよ、今。私はちょっと心理カウンセラーをやっていたので、まあ、その、ドンピシャリで、そのね、ケースワーカーをやってたわけとか、そういうわけではなくけども、とか、まあ、過去にうつ病歴があって、その、なんていうんですかね、まだその、ニコ生とかじゃなくて、割とチャットの時代？メンヘラさんチャットみたいな、ああいうところでいろんな人の話を聞いてきたんですけども、なんかその、なんていうんですかね、最初、やっぱみんな悩むのが、その、生活保護をもらうっていうことが、その、あれなんですよ、ハードルというか。人間にあらずみたいな。のを言われることもあるんでしょうけど、本人が思ってるんですよ、僕ね。そうですね。国のご厄介っていう昔の言い方。
国のご厄介になるっていそう。もそも僕それがおかしいと思ってて、だから税金とかを強制的に取るわけじゃないですか。消費税の何だの、生まれた時から子供ですら払うわけじゃないですか。まあタバコとかもお酒とかも、まあそれは取っていいと思うんですけど、別に取るのはいいんですよ別に。ただ配るのも強制的にやれよって思いません？今のご時世、別に収入なんか国民番号でね、なんか楽天銀行となんか銀行と紐付けて収入分かるようにすれば、税金も勝手に引いて天引きしてとかできるじゃないですか。やろうと思ったらできるんですよ。だから僕は生活保護っていう名前が良くないと思ってて、実はこれベーシックインカムなんだよって説明してるんですよ。ベーシックインカムってことは使われますね。違うんですよ。生活保護イコールベーシックインカムなんですよ。この国って実はベーシックインカムがあるんですよ。だから、要は、人の目を気にしてたりとか、自分が申請することによって罪悪感を与えてるから、受けられる人と受けられない人っていう差が出てるんですね。本来は全ての国民を国が救うっていうのが普通だと僕は思ってるんで、強制的に振り込んだ方がいいと思ってますね。名前を変えて。なんか、なんていうか、国的な問題が少し絡んでる気が、私は個人的にしてるんですけど、その生活保護というものを、障害者を除いて、障害者やその、いくら働いても働いてもクビになるとか、続かないとかって履歴がない人に与えてしまうと、要するに労働しなくなるって、今、非常にワーキングプアが多いので、そこは川間さんの誤解なんですよ。生活そう保なんです護か。イコール、先ほどもちょっと議題に出たんですけど、生活保護イコール働けない人に配るものだっていうふうに認識してる人ってかなり多いと思うんですよ、日本人の中で。本来は生命の保障でいすや、よね、生違活うんで保すよ。障というのが。っていうのも、働ける働けなに関係なく配るものが生活保護なんです、現行法では。だから、働く働かないっていう概念がおかしいんですよ。例えばアニメーターの給料とかって安いじゃないですか。働いても月に5万円しかもらえなかったら、残りの8万円を国が補填するっていう制度なんですよ。働いててももらうべきなんですよ。だから要は現行法を歪めて生活保護を受けないようにメディアが操作してきたっていうのが僕は問題だっていうのが、ずっと今回の怒りの発端なんです。なるほどね。で、私も、知っている中で、もう働けるコンディションになっても、いろんな、B 型作業所とか、いろいろあるじゃないですか。あと、就職支援センターっていうのが、なんか、トあレーりニンまグす、すありるようまなす、とあころります。で、はい、いああっいうぱといある。こ行っても、結果的に就職活動を始めない。っていう実現は実を結構、僕 A 型作業所に受けていて、僕は社会復帰に成功したわけですよ。で、例えば A 型作業所、B 型作業所ってどういうからくりで、なんで抜けないか知ってます？現状。僕知ってるんですよ。説明してもいいですか？いいですよ。B 型作業所っていうのは工賃数百円なんですね、一日働いて。封筒で、そんならしいそうだから1ヶ月で1万5000円しかもらえないんです、簡単に言うと。国から助成金払われてるの知ってます？らしいですね。だそからできるうそわけですよね。う要す A 型るに作産業業所界。だと A 型作業所だと1ヶ月に月14万円1人につき振り込まれるんです。で、本人に7万円払ってたんですね。今はその制度撤廃されたんですけど、3ヶ月に1回30万円振り込まれてたんです。やめさせます？ A 型作業所、B 型作業所運営してる人。だから再就職が困難なんです。要は食い物にしてる貧困ビジネスになってたんです。出てけ出てけといこれうも風潮税はまず金ですよ。これないんをです叩ね、か要なすいで、そう。わかります？だからもうぐちゃぐちゃなんですよ、日本は。るね。病院とかでもなんかそのケアハウス安く入れてやるから、生活保護者は入りなさいとか言っても、あれピンハネしてますかだら、から今できる方がいい。西川っていう北海道の配信者いるんですけど、生活保護。僕は彼と
まあ、意見が対立する部分があって、彼の放送タイトルを見てびっくりしたのが、僕は作業所大賛成だ、生活保護抜ける気ない。なんでかっていうと、15万もらってさらに1万5千円手元に残るから15万円の生活できる、13万プラスで YouTube 見てるだけだから超楽だって笑ってたんですよ。で、俺はそういう事業所の怠慢とか不正とかがあって、そこを叩かないで、そこに税金がとんでもなく使われてるのを知らないから叩けないんですよ、みんな。だから弱者に、最弱者である生活保護者を叩いて叩いて、そうやって裏金をもらってる、その悪い企業とか、たくさんあるじゃないですか、世の中に。天下りだとか。そういうところに叩かないって、俺医療に。法人とかがやってるんじゃなかったんでしたっいけ？や、民よ間くでもできます。民民営で間でももでできるし、NPO でもできるし、医療法人でもできるんです。なるほどね。はい。はい。だからそういう現状があるんですよ。そういうもっと深い問題があるんですね、作業所に関しては。だから、あそとの、ね、これは下世話なんですけどね、割とね、出会い系サークル化してるっていう現実をよく聞くんですよ。生活保護がいですか？や、その作業場とか、就活支援センターみたいなと作ころ業所とが、かしてるっていうよりも、ですね、それはじゃあ、リアルなこと言いますね。メンヘラが、メンヘラの方、まあ、俗に言うメンヘラの方が通ってるんですよ、精神疾患の。で、出会いがないんです、彼らっていうのは。で、同じシまあンパそうシーをです感じね。やすいんで、カップルで結ばれたりとか、そういうことはありますよ、現実。ただ、それまあは依存別心に、も強いですかそうね、そうそう、メンヘラので、方ね。別に僕は恋愛、他人の恋愛には口出すつもりはないんで、別にそれは出会ってもいいんじゃんとは思います、どこで。だから若干そのバイアスとして、事業所を設立してる方のバイアスと、その通ってる方のバイアスとして、そうです、そうです。要出は、会えるし、そう。まあ、遊べるしっていうようなところも、まあ、あるっちゃあり私まは感す。じるんです。はい。あります。で、ただなんですで、けいろんど、な新人入ってくると取り合いになったりとただ、語弊がないように言っときますけど、僕の岡山に行ったじゃないですか、この前。で、あの方っていうのは作業所ちゃんとやっていて、ちゃんと広げている方なんですけど、ちゃんと向き合ってやってる人もいますから、事業所でも。だから、一概に全部の事業所が悪いとか、そういうのではないんです。問題があるところ、ちゃんと適用してるところ、ちゃんと民間から仕事を取って、ちゃんと社会復帰させようって言ってる人もいるんですよ。だから、なんつうんですか、生活保護もそうじゃないですか。一部のたったほんの千人に一人の不正受給を、全員が不正受給してるかのごとくイメージ操作されちゃったりとか、僕はこういうの苦手なんですね。そうじゃなくて、データを持って正しくやろうっていうふうには思います。で、恋愛に関しても別に生活保護の人は別に恋愛しても構わないとは思ってます。あとちょっと行き過ぎた意見になるかもしれませんけどどうぞども、うぞ、もうバンバンください。日本国が生き残るという、そういうふうな視点から見ると、その生活保護者が増えてしまうっていうのは、要するに納税者ですね。まあ、タバコなんか吸ってる方は納税してますし、お酒も納税しますけども、OK です。納要税は者分かりました。カーマさんの言いたいことっていうのは、生活保護が緩くなってしまうと、国力が減衰して、国がダメになってしまうんじゃないかっていうことを指摘されてるってことですか？そうですね、OK です。だから特にさっき和道さんがおっしゃってた、その中で回すという感覚の中では非常に合理的というのか、当たりま前。ず、それがやっぱり税金っていうことの考え方について、なんですよ。国が儲けるっていう概念ってないんですね。まず大前提に。この国ってまず内需の、政治はね、そう、政治はないですね。内需の国なんですよ。で、政府自体は儲けるっていう概念って本来はないんです。今、あるんですけど、現実。でですよ。ありますカね。ーマさん、冷静に考えてくださいね。200万世帯以上の13万円配られてる人たちが貯金しますか？できますか？生活保護で。先ほどの13万5千円で。都内でそれは生無活。理でしょ無う理ですよね。ね。まあ、せいぜい月1万が限度だそう。と思ということは、13万円分社会にばらまいてるんですよ。生産が生まれてるんですよ。確実な。それで国力が弱まるっていうのは、どういうロジックでそういうふうにおっしゃってるのか聞きたいんですよ。外貨を取ってこないってことです。
外貨は取ってこれてないのは別な問題です。生活保護とは全く何も関係がないです。うん、だから国としたら潜在的にそういう恐怖心は持っているのじゃないのかなと思っただけですね。そのぶっ飛んでますけどって話が飛びますけどって言ったのね。予算が足りなくなるっていうことだったら分かるんですけど、外貨を獲得しないのは日本の企業の戦略の問題であって、国策の問題であったりとかするので、また別の議論だと思っていて、生活保護の人が増えてしまっているのは、僕はまた別の現状にあると思ってるんですよ。それは最低時給が低すぎたりとか、労働環境が悪すぎるから、ブラック企業が多すぎるから、要は末端労働者にちゃんとした対価を払っていないから、生活保護者が増えてしまっているんです。僕は簡単です。年金撤廃します。生活保護をだけにします。これだけで実は予算っていうのが、別に生活保護の方が増やしたら負担かかると思ってるんですけど、現実減るんですよ。なんでかっていうと、年金を大量にもらってる人たちがいるから、お金持ちが多くもらいますよね。多く納税してたから。こんなの撤廃するんです。で、年金もらってる人とかを全部撤廃して生活保護にすると。で、こうすると何があるかっていうと、それでも働きたいっていう人はいますから、お金増やしたいのが人間だから。要は少ない生活ができない人だけに生活保護を回すんです。要はニューベーシックインカムって呼んでるんですけど、で、さらにそこの余った予算というのをどこに転用するかっていうと、企業に助成金をばらまいて、最低時給を東京都内だったら1500円にするんです。地方だったら1200円にするんです。働きますよ、生活保護者みんな。そう思いません？そこはちょっと私は都内じゃないんで、その割と田舎なんで、割と田舎だったら1200円ですね。だから言うたらワーキングプアで結局、源泉徴収とかいろいろ、ね、福利厚生とかで取られて、手取りで受け取る額がほとんど生活保護と変わらない変わらないど話ころだ。か、生活保護の方がいいですよ。医療費免除、年金も免除、NHK も免除。はっきり言って20万ぐらいの生活になってるんです。だから特に末端ね、労自働分者が怒ってるんですよ。この国って悲惨な状況で、末端労働者が増えてしまって、年収200万の世帯が増えてしまって、200万のこの人たちが怒って、本来国に怒るべき、時給を上げろって言うべき、企業にふざけるなって言うべきところを弱者叩きをしてるのが現状なんですよ。叩きをしてる。そう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 。僕は本来は時給を上げろとか、春闘を起こしたり、労働組合を組んだりとかするのが通常の流れだと思ってるんです。だから僕はセットで考えてたんです。生活保そ護こを一ではあ元りま化すしね。て、そう、時給を上げろと。そしたら国力が高まる、生活保護者減る、生産性が増える、消費が増える、国が良くなる。これが僕のニューベーシックインカムです。なのね。はい。確かに国民の方が、ワーキングプアの方にせよ、その本来であれば国に文句を言うべきを、なくして、そう、彼らから言ったら楽してもらってる、何も働かずしてもらってる本生来活は保護た楽ち。してもらってるじゃなくて、国が守ってる基準を国がやってるだけだから、彼らが底辺なんです。底辺よりも働いてる人がさらに下になってる構造が問題だって言ってるんです、僕は。そう。そう。だから結局、人手不足って言ってるけど、人手が足りないのは機関工であったり、工場労働者であったり、コンビニのアルバイトであったりとか、単純労働で給料が低い人たちが怒ってるんです。彼らが生活保護者を叩いてるからおかしなことになってるんです。だから俺はニートとかを否定しないんですよ。ニートたちは何をやってるのかっていうと、働きたくない、わかるよ、怠けたいんだよって、どんどんやれっつってんですよ。なんでかって言ったら、国民のニートが総ストライキをしてる状態なんです、今。なのね、はい。私もそういう感じます。だから国がここに手を打たない限り、俺はこの国滅ぶと思ってます。だから今、例えば、もう常勤雇用ってないですけど、常勤雇用的に、どっかに就職したとしても、先が見えてますかっていうと見えてないんで、じゃあ最初からやんねえよっていうストライキ状態だっていうことは、に私は取ってます。ちょっと1個コメント拾いますね。バブル期はストライキがよくあったっていうふうに書いてあるんですけど、実はこれもみんな騙されていて、不景気だ不景気だって、経済下がってると思ってるでしょ。国全体の企業とかの売上ベース、企業が儲けてるお金、これ上がってるの。家賃収入とかが下がってるの。つまり格差が広がってんの。株主であったり社長であったりとか、バンバン儲けてんの。
しかも日本の株、日本全体の株の保有率の 25% っていうのは今外資に買われちゃってるの。つまり日本人が働いて働いた分の 25% が海外に逃げてんの。こういうことをマスコミが言えっつってるんですよ、僕は。生活保護叩きバカなことやってないで。リアルを言えって。なんでテレビが言わないか。外国人に買われちゃってるからだよ。戦おうぜっつってんすよ。みんな力貸してくれ。リツイートしてくれ。俺バンバンベラるよ。本当のこと喋るから。戦おうぜ、マジで。やろうと思ったらこの国強えんだよ。と思います。川間さんごめんなさい。続けましょう。何の話だったか忘れてしまって。だから、その、なんでしょう、そうそうそう、法人税下げてるでしょ、日本。そうです。でもそこは難しいですよ。なんでかっていうと、諸外国が下げていて、タックスヘイブンの問題とかがあるんですよ。だから、ペーパーカンパニー作って、向こうの方の税金安いっていうことで、どんどん優秀な人間が海外に逃げちゃってるっていうのも現状なんですね。そうです。だからそこはちょっとバランス的に難しいから、その年金と生活保護と、もちろん労働してる末端労働者が豊かになる、ちょっとだけ豊かになるだけで僕はこの国変わると思いますよ。それが僕の考えですね。なるほどね。はい、頑張ってる人がより豊かになる社会で、底辺者を叩かない社会、命を守る社会で、取りすぎてるんですよ、株主とかが。金持ちが金持ちになって貧乏人が貧乏人を叩く世の中とかもう地獄ですよ。だからまあ日本は相対的貧困が発生していると言われている、その言えんですよね。相対的貧困層って、そんな諸外国から比べたら全然贅沢じゃんって言われても、その格差がすごいんで、その生活についていけますか、ちょっとついていけない経済状況っていうのはいっぱいおられてね。なるほどね。お前が言うなって言うんだったら誰が言うんだよ。誰が言うんだよ。お前が言うなじゃないよ。俺は言うよ。俺は言うために生まれてきたんだよ。自分で考えたこと、知識身につけて理論武装して。俺は弱者のために戦うよ。お前が言うなじゃねえよ。気に食わねえな、去れ。気に食わねえやつは去れ。なるほどね。わかりました。和田さんの考え方、なんかちょっと、はい、私なんかちょっと、まあ最初から見てたわけじゃないんですけど、ちょっとどのぐらいのスケールで考えておられるのかなって、ちょっと、いろいろ疑問があったんで。僕でもシンプルですよ、川間さん。川間さん、いつも言ってるんですよ、リスナーさんに。たった一日でいい。人生でたったの一日だけでいい。財布も持たず、携帯も持たず、服だけ着て、段ボール持って、路上で一回寝てみてくれって。帰ってもいい。寒かったり暑かったりしたら。ただ、地べたにどっかホームレスが住んでるエリアとかあるじゃないですか。最寄りの駅とか。別にいいっすよ、商店街とかでも。どっかで段ボール引いて一泊だけしていい。5分で帰ってもいい。その時に受けた気持ちがリアルだよって。そこで一晩寝た気持ちがリアルだよって言ってるんですよ。こんなの絶対死なないんだよ。やってます。そう、俺一回でいいからやってくれって。それでもまだホームレス叩くのって、生活保護者叩くのって、そんな人間いないっすよ。そんな人間じゃないっすよ。みんな同じ気持ちになりますよ。たった一回でいい。その時に何を言うか、その時何を手に入れるかが真実なんですよ。本で読んだ情報、ネットで読んだ情報、マスコミに聞いた情報、全部嘘ですよ。段ボール引いて寝てくださいっていうお願いしてるんですよ。俺は寝ましたから。けど和道さんはその帰る場所がなく、その寝たはったわけでしょ。そう、そこと帰る場所が完全に確保されてて寝てるのは、そりゃ何もしないよりも伝わる。だからちょっと違うような気がする。違くない。何もしないより分かるから。ああそう、ダンボールで寝る。おっさんが寝てるんじゃなくて、そういう生活を一日してみると。そう。なるほどね。たった一日だけ。その時に感じて、楽しいじゃんって言っても、辛いじゃんって言っても、やっぱ怠けてるだけだわって。でも、それは深みが出るんです。なんでこんな怠けてるだけじゃんって。言うのもいい。辛いなって。言うのも事実。でも、体験をしないで人からの情報を植え付けられると、リアリティがないんですよ。だから適当なことばっかり言ったりとか、弱者叩いたりとか、マスコミに騙されるんですよ。僕は生き残るために必死でしたから。
死のうと思ってましたから。だから生活保護なかったら本当に死んでたんですよ。リアリティが違うんですよ、こんな口だけのアンチとは。僕はやってるんですよ。たった一日やるだけで変わりますから本当に。っていうのが僕の考えです。うん、ね、はい、はい。で、和道さん、なんかよくちょっと、まあ、近いような話で申し訳ないけど、全然いいですよ、何でも聞いてください。その俺は遊んで暮らしたいんだっていうのは、それは責任を持たなくて、はい、社会的なとか、うん、グループであるとか、うん、配信者グループであるとか、その責任を持たなくて、うん、遊ぶという表現を使っているのか、うん、それともブッダが悟った後の遊行というやつ、うん、ある程度分かっちゃったので、うんうん、あとはのらりくらりと、うん、そのやっていっても、うん、俺はブレないだろうと、多分、うんうん、なるほど。じゃあ僕が遊んで暮らしたいっていうことについての真意を知りたいということでよろしいですか？はい、そうですね。わかりました。一言、はい、わかりました。いきますよ。はい、トツありがとうございました。はい、ノーコメントです。今ちょっとそれは都合が悪い。それは明日だ。それは明日話そう。うん、それはその件については明日話そう。うん、今は都合が悪い、うん。その件については明日ゆっくり話そう。今はそういう話してないから。ダメ。うん、切り替えが大事。切り替えが大事。うん、今は今。明日は明日。そう思わない。無料アイテムもしよかったらよろしくお願いします。いや無理、今このテンションでその話無理、うん、今は俺は国と戦ってんの、マスコミと戦ってんの、うん、俺個人の話は、うん、いやまあまあ無礼ですよ僕は基本的に、うん、無料アイテムもしよかったらください。あ、ハートありがとう。有料アイテムありがとう。うん、まあそんなもんでも結構ですよ、うん、それが人間だろ、うん、それが人間つうもんじゃないんだよ、うん、俺は簡単だから、生活保護を受けてる人、障害者、ホームレス、自殺してって言ってる人全員守る、うん、それだけ、うん、全員俺が守る、うん、ただそれだけ俺が言いたいこと。障害者、セクシャルマイノリティ、生活保護者、路上生活者、自殺したいっつって生きるのが辛いって言ってるやつ、これは全員俺が守る。俺のリスナーにする。うん、ありがとう。何の資格があって言ってるんだ。何の資格もないよ。誰もやらねえから俺がやるんだよ。俺が守る。だから俺は喋ってんだよ。戦ってるじゃねえかよ。今やってんじゃねえかよ、吉川さん。具体的に。俺何人とつかかってくるよ。4年前の動画見てる、ワドって。ワド、今お前の YouTube 見てるよって。お前と同い年なんだよって。俺今東京のどこどこの漫画喫茶で俺のポケットに206円しか入ってないよって、ワド助けてって電話かかってくんだよ。今全部お前の動画見てるよって、お前すげえなーって、俺今いろいろあってつれんだよって、同い年なんだよ、助けてくんねえワドって、どうやったらお前みたいに生き残れんだよっつって、何もやってねえてめえに何ができるんだよとか言われたくねえよ。必死にアピールしてんだろ。生活保護隠したかよ、俺。なあ。生活保護受けて、放送やって何が悪いんだよ。俺が作ったんだろ。生活保護でも配信やっていいっていうルール。日本に持ち込んだの俺だよ。ちげえのかよ。今、堂々とやってるだろ、生活保護受給者。ガンガンやれ。生活保護だって恋愛していいんだよ。生活保護だって人愛していいんだよ。生活保護だって発言の自由があるんだよ。言論の自由があるんだよ。楽しんだっていいんだよ。笑ったっていいんだよ。ガンガンやれ。元気が出たら働け。
元気が出たら働け、元気が出るまで国に守ってもらえよ、それでいいんじゃないの。いるよ吉川さん、あの和道があの生活保護抜けて俺も勇気もらったから今働いてるって、4人いる、4人いるよ、いる、 DM 来てる長文で勇気もらったって、うん、叩かれててふざけんなって、この国恨んでた、社会恨んでたって、でもリスナーさんでもあったかくて頑張ろうな和道って言ってるの俺に言われてるみたいだったって、俺今働いてるよって、いるよ、うん、ありがとう、アイテムありがとう。何もやってないよりも俺は喋りの人だから、喋りで救うわ、こうやって発言するわ、悩みが来たら守るわ、動画見て拡散して、ツイッターいいね押して、力貸して、賛同してくれる人は力貸して、ツイッターリツイートで誰かが救われるかもしんねえぞ、誰かの命守れるかもしんねえぞ、ツイッターリツイート押すだけで誰かの命守れっかもよ、やるかやらねえかはお前だよ、俺はやってるわ、ずっとやってるわ、5年間ずっとやってきたわ、それに向かって何やってんのって、お前が何やってきたか言ってから言えよ、うん、俺は別に働くのは強制じゃないと思ってるから、社会復帰したかどうかはアグリン別問題、うん、社会放棄って呼んで、うん、社会復帰したかどうかは別問題、そこは明日やろう。俺は社会放棄して寄捨て人だから、うん、これが社会復帰だなんて思ってないから、誰も思ってないよな、俺社会復帰したと思う、社会放棄だよねこれ、うん、そう、俺は社会復帰してないと思ってるから、うん、俺リスナーと議論するつもりないから、あの議論したい人は電話かけてきて、うん、電話かけてきて、俺リスナーさんと別に対立するつもりないから一切、悪いね、うん、うん、すいません、もしもし、あ、もしもし、お名前どうぞ。あ、ファと申します。え、葉っぱさん、あのファです、あの今コメントしてる、え、ファ、ファのピザって、あ、ファ、ファさん、いつもコメント書いてくれる、はい、ファさん、いつもっていうか最近コメントし始めたんですけど、よろしくお願いします。いや、俺ファさん結構昔からなんかたまにやってるっていう感じだけど、うん、あ、たまに行ってます、うん、で、担当直入にいますけど、うん、なんか俺もナマコだったんですよ、申し訳ないんですけどね、生活保護だったの、はい、ほうほうほう、で、まあ今脱出したんですけど、おお、頑張ってたね、いや、ナマコ時代も和道さんのなんか放送を見て結構元気もらってたんですけどね、おお、何年ぐらい受けたの、ナマポはさ。2年ですね。2年、ちょっと統合失調症っていう病気発症して、それでなんかこうナマポ受けてたんですけど、今ね、社会復帰して自分でやってんの、はい、いや最高、工場で働いてて、もう転職するからもう辞めちゃうんですけど、おいいじゃん、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 はい、最高最高、で、やっぱりなんかこう、ナマポってなんかいろいろ言われるけど、なんか修行僧みたいな生活しかできねえし、正直。いや、正直そうだよね。やってないから、なんか贅沢だとか言ってるけど、うん、全然孤独だよね。友達と飯食いに行けないもんね。しかもなんかこう、スーツ買うのも自腹切らないといけないから、うん、貯金しないといけないから。違うよ。月1万ぐらいが限界 だけど。じゃあ、じゃあ、ファ、騙されてんの。スーツは、本当は税金で出るの。俺騙されたわ、騙されてる、もう遅いからいい、要はそういうのなんとかなんとか金っていうのを言わないともらえないの、だから知らないと騙されるんだよ、だから言ってくれればよかったのに、働くからスーツ書いてんだけど、和道なんか助成金降りるっていう、助成金っていうか生活保護なんか降りるって言ってくれたら俺言ったの、聞いときゃよかった、損したな、1万7千円降りるよ、いい、あ、そんなに降りるんだ、靴とベルトとスーツ青山で買ってこいって、それで1万7千円だから1万6千円ちょうど降りるから、うん、だから頼れっつってんじゃん、仲間だから、うん、まあでもね、これ聞いてね、騙されたな、福祉事務所に、いや、いいんだよいいんだよ、自分で出して復帰したんだから強えじゃん、うん、国の税金使わないで自分の愛着あるじゃん、その安いスーツも、そうですね、でしょ、今も大切にしてます、でしょ、パッツンパッツンやけど、うん、はい、うん、そう、それもそれも真理だから、
あとそれとなんかこう就職活動するにあたって履歴書とか、うん、あと写真とかも必要やけど、それも自腹やし、うん、それも自腹じゃないの。まずハローワークに行ったらタダでくれんのね。あ、まあ、履歴書はなんか実は俺もハローワークで印刷したんだけど、写真がなんか無料じゃない。写真も出されるの。写真無料じゃなくて写真代くれるの。だからお前が制度を知らないとそうなるんだっていつも言ってんじゃん。うわ、騙された。全部出るから、全部出る。全部出る。出たんだ。もう脱出できたからいいけどさ。そうだな、強かったんだよ。かっこいいことだよ、でもそれは。うん。うん、あと多分だけど、なんかこう、働き始めるときに健康診断書必要だったんだけど、うん、その健康診断書も多分出たんだろうけど。出るんです。出るんです。それも自腹で切ったから、なんか、あの貯金全部吹っ飛んだし。うん、でもいいじゃん。もう何かするたびに貯金が吹っ飛ぶから、うん、月1万ずつ貯めたやつが。そうそうそう。食費削ったりな。買いたいもん買えなかったりね。タバコ減らしたり。スマホなんか画面割れてたけど、それずっと使ってたの。俺も働き始めたら金が一気に増えてたから。俺もだよ。あの1ヶ月働いただけで買い替えできたっていう、ね。川崎洋平の時落とした時超ショックだったよ。あの買ったばっかりでバチンと落としてさ。だから今なんかさ、あの嬉しいよな、リスナーさんから金もらってさ、3500円でコーティングとかできるんだぜ、うん、今わかるだろこの気持ち。生活保護だったらできないじゃん、ね、働いたりとか脱出したらさ。そう働くことっていいことだよって俺ら言わないとダメなんだよ。じゃないと生活保護誤解受けるから、うん、そう働くことっていいよな。俺働いてねえけど。正直さ、その修行僧しか修行僧みたいな生活しかできないっつったけど、うんうん、なんかそっからあのなんかこう、うん、みんな脱出したいんだよけど、なんかこうその障害、あの障害者だけじゃなくて、うん、あの生ポ自体がなんか半分以上がもう今は60歳以上の年寄りだし、そうそうそう、3割ぐらいが病気とか抱えてるなんかこう障害者とかそういうのの世帯だし、うん、残り1割ちょいはなんかこう、うん、母子世帯だからそもそもなんか脱出が無理だったりとかするし、うんうんうん、でもってなんかこう1割なんかこう働けるやつがいるのかって思ったら、うん、なんか働いて、うん、その収入足りないからちょっとだけ受けてるっていう人たちとか、うん、あと障害者だけど働いてるってやつら障害者世帯じゃなくて実はなんかその世帯に振り分けられちゃうから、そういう人もいっぱいおるし、うん、なんかそういう人たちがいるっていうのを完全に無視してるよね、まあ、マスコミ。そうそうそう。だからそういうのはなんかこう誰かが声上げないといけないといけないし。いやだからさ、ホームレスの知り合いみたいな人に、ホームレスの知り合いいっぱいいるじゃん。だいつも言ってんじゃん、はい、NHK の取材来るとホームレス辛いですかって聞いて、そのおじさん最高だよって言っちゃうの。働かなくていいし食いたいもん食えるし自由だよって言っちゃって、そういう人9割ぐらいいてさ、はい、みんなさ次の日で行って苦しいです助けてくださいっていうさやつだけをさ NHK とか流すのよ。お前ふざけんなとか思って、うん、知り合いのホームレスめちゃめちゃ楽しんでる人いっぱいいるわと思って、ああいうのカットすんだよ全部。だから都合のいいさ、もう要はテレビマンがお涙ちょうだいでこういうの現状ですっていうのを撮りたいわけじゃん、数字取れるから。だからああいう報道しかしないんだよ、うん、クソだよな。生活保護者もなんかこう不正するの 1.5% しかいねえし、それってなんか80人に1人やん。そうそうそう、そうそうそう、それが現状よ。80人に1人しかいないのになんかこう不正受給者がいっぱいいるとか増えてるとか言ってる、あの国会議員いたけど、クソだよ、ね、片山さつきね。片山さ、だってさ、片山さつき のさ、国連からさ、国連からなんかこう、うん、生活保護者いじめるなってお叱り出てから一切何も言わなくなってさ、しかもさ、知ってるものにはこびへつらうのかよって、しかもさ、イライラするわ。しかもさ、片山さつきの旦那ってさ、はい、あれじゃん、あの舛添だったじゃん。舛添のお姉ちゃん生活保護受けてたんだよ。お前て金出せよって話だよな。よく言うよな、あいつ叩いてて。クソだよ片山さつき、マジで言った方がいいよ、うん、こういうところでよく言ったよ本当に。あとそれとさ、福祉制度ってなんかこうどうしようもない、うん、なんかクソみたいな人間に無駄な税金つぎ込むことって思ってる人多いけど、多い多い。なんか福祉制度って困ってる人の周りの人間も助ける制度だからさ、うん、例えばさ、うん、もうみんなにも親いると思うし、うん、まあひどい親もいるけど、まあ大半の人の親はまあそこそこ普通のまともな親じゃないですか、うんうん、その親だってなんかこう年取るし体弱るし、うん、もう病気とかもするかもしれないし、うん、それで介護必要になった時に、うん、その福祉制度なかったら介護とかめっちゃ金かかるしとんでもないことになるけど、福祉制度があったら親も助かるし、うん、親の面倒見て自分も助かるのにさ。いや、どんどん言え、どんどん言え、どんどん言え。もうそういうところになんか一切なんか目を向けない、もう自分も年取らない、なんかこうその親も年いつまでも元気って思ってる人多くて、それがげんなりするわ正直。うんうん、
いや、本当にそうよ。でも、あれだよ。うん、分かって俺、今働いてるけど、やっぱりさ、うん、あの、そういう困った人たちに本当に税金使われるんだったら、いくらでも使ってもらっていいと思ってる。だよな。だよな、俺も全く同意見だよ。うん、全く同意見、本当に、うん。うん。本当にそう。命が救われたりとか、困ってる人に税金投入するんだったら、全然いいよな。正直なんか9億円の土地を1億円で売ったりとかそういう風なさ、クソみたいなことされるよりかよっぽどいいわ、うんうん、だからビットコインで送り人とかヘドが出ると思ったもん俺。ビットコインで送り人を出してる暇があったらホームレスにお前あコカ・コーラ買ってやれよって思ったもん本当になあね、うん、いや本当そうよ。うん、いやもうあの突撃できてよかったです。ありがとうございます。いやこれからもよろしく。言いたいことは出ていました。うん、これからもよろしく。すいませんね、ありがとうございます。うん、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ。 いやーそっかー、ねいるでしょ生活保護から抜け出した人ね。いい突だったね。いい突だった。もう一人突かけたいって。出ないかな、うん、いやだから世の中にはいろんな人がいるんだよ。目背けたらダメよ。うん、お、来た。もしもーし。何？え、ワン切り？何よ。うん、そう、俺は普通に生活保護があのお金の足りない人に回ればいいなって思ってるだけ、うん、で社会復帰して楽しんで人生を死にたいと思ったりとか生きづらいと思うよりもニコニコする日本の方が俺は国力が上がると思ってる。それが俺の考え方。あ、もしよかったら無料アイテムいただけると嬉しいです。有料アイテムもいただけると嬉しいです。ただそれだけよ。アイテムありがとう、うん、お金の足りない人の定義っていうのは国が生活保護を渡してる人、要は13万5千円1人当たり、うん、アイテムありがとう。無料アイテム配られてるんで、もしよかったら皆さんアイテム投げまくってください。うん、ありがとう。ボサズーさんアイテムありがとう。みんなありがとうね。聞いてくれてありがとうね。あとすげえ嬉しいよ。うん、もしよかったらさ、このツイッターさ、あのリツイートして広めてくれるとすげえ嬉しいわ。うん、ね、でもすっきりしたわ。みんなに聞いてもらえてありがとうね。こんなに400人以上500人近くの人に聞いてもらえただけでも本当に嬉しかったわ。俺の話聞いてくれてありがとう。本当に嬉しいです。まあ、あの言いたいことは言ったけど、まあまあ俺はあのみんなが知ってる通りクズ人間なんで、別に俺が立派な人間だとは思ってないし、あの俺はクズだし、あの前科3犯だし、アスペルガーだし、あのクズはクズよ。そこは認めるよ、アンチ。俺はクズ人間だから。でもさ、クズも生きてもいいでしょ。ダメ？みんなさ、エリートばっかりの社会面白くねえじゃん。そう、ゴミクズだからさ、お地蔵さん、ゴミクズなりにさ、這いずり回ってさ、これからも頑張ってやっていくからさ、もしよかったら俺のことを叩き続けてくれよ。ブロックは入れねえしさ、うん、やりまくろうよ。お互い喧嘩し合おうよ。もしよかったらフォローして。許さなくてもいいからフォローして。ブロックしない代わりにフォローしてくれよ。通知登録もいらないからさ。俺なんだかんだもうこれしかねえから、配信しかねえからさ。うん。じゃあみんな楽しかったよ。おやすみ。お疲れ様。みんなありがとうね。ありがとう。トツかけてくれたみんなありがとう。おやすみ。